でもそれこそ今のこの休み期間でなんか私はいろいろ考えてやってみたいなって思うこととかはいっぱいありますね。今後の人生。コーヒーなら同じ時間になります。コーヒー、あれですね、今日送ったメールですね。GRTV で効果のパパ。なんかというかまだ本当になんか何も多分改めてなんか自分のことって本当のごく一部の人しかこうなんだろうねきっと分かったなんだろうどういうことができるとかもそうだしどういうことをやってきたかとかそう。本当に多分全然本当にごく一部の人にしかこう知られてないんだろうなっていうふうには思いました。私の中ではね、もちろんなんか嬉しく、なんか改めてそういうふうに言ってもらえることは嬉しかったけど、それと同時に私はなんかまだまだ本当にこう知って、まあ、あの時点でもちろんね、あそこに行った先輩方とかこうそれこそね見てくれた人見てくれた人チャリ TV 見てくれた人にはもちろん分かると思う、まあ、そこでだから初めて分かるっていう人も全然いると思うし、なんか本当に多分まだまだ。メンバーすらも知られてないところばっかりなんだろうなぁとは思う。まあ普段別にそんな喋ることがないからっていうのもあるけど。てか私そう入ってからびっくりしたことがあって、なんかグループのメンバーってなんか普通にもうみんな日常的になんかすっごい勝手なイメージですけど入る前は。まあ、あんまりこう48詳しくなかまあ、ないっていうのもあるからっていうのもあるけどね、全然知らないだからこそギャップが多かったっていうのはあるけど、みんな日常的にもう会話するもんだと思ってたけど、全然喋ったことない人とかいっぱいいたりとか、こう全然知らない人とかもだからいるって考えたりすると、多分全然なんか一部なんだなって思った。始めたいこと達成したいこと、でもそういうのはね、こう発信とか多分行ったりはしないだろうけど、自分の中で書き留めたりとかはしてます。アンケート放送見てきました。ありがとうございます。これをきっかけにだから知ってくれた人もよかったらね、そうやって、まあ、ショールームだったりなんかいろんなところで見てもらうこうきっかけにもなると思うので、はい、よろしくお願いします。あ、もう5分経ったな。終わりにしますね。
とう、ハート、ありがとうございます。誕生読みとギフトを読みます。13位奥村さん、12位土橋さん、11位かまぼこさん、10位住職さん、9位メガトンパンチさん、8位塩タッピさん、7位ふわふわさん、6位福さん、5位山ちゃん、4位島風丸さん、3位やさん、2位かんさん、1位は大さんです。ありがとうございます。ギフトはもなかさん、奥村さん、桃田真さん、風が吹いて枝が、すごいスケーモンさんか、誰かと思った。ありがとうございます。ふわふわさんと、なべかずさんと、しんちゃんと、かまぼこさん、かげおさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。よかったらルームフォローもお願いします。よし、バイバーイ。